どうも、こんばんは、ヤヌです。今回は東京グールリインボーク、ついに、待ち望んだオールがですね、今月10月のリインボークフェスにピックアップとして登場しました。早速キャラの方を見ていきましょう。希少な成功体オール、 HP は7600、攻撃力1300でかなり高いですね。防御力は500で、こいつを5突させた時につくアビリティが、AP アップ、WS プラスということで7アップします。で、最高19と、今既存の、インボケ既存のキャラクターの中ではですね、一番高いんじゃないかと思います。で、次にブレイクバースト S プラス、ブレイクしたターンに自分の攻撃力を 1.5 倍のバフかける。で、回避無効化 S、攻撃対象の、回避を完全に無効化ですね。流血得意 B、対象へ付与する流血状態のターン数を2ターン延長、流血の迫撃トリプル S マイナス、流血状態のキャラクターへのダメージが 1.8 倍で、これも攻撃力にバフが乗ります。で、こいつの弱点がですね、自分の武器耐久値が5しかないっていうところで、多分ムカデも低かったんですけど、ムカデも5か6、7あたりだったのかな。で、スキルの方が敵単体に攻撃力 1.5 倍の10連ダメージ、かつ武器耐久値マイナス10、かつ3ターン流血状態ということで、まあ、この 1.5 倍の10連ダメージ、死神とまあ比較させてもらうんですけど、あいつが2倍の10連ダメージなんですが、まあ、こいつもかなりですね、バフがノリノリするので、もともとの1300という攻撃力も高いので、かなりの火力出ると思います。まあ、他のね、流血系で火力でルリゼとかのキャラと組み合わせてもかなり火力を出せるので、まあ運用次第ではかなりこいつの方がね、上を行くんじゃないかと思います、火力面で見るとね。で、武器耐久値をマイナス10、これはですね、事前情報ではマイナス5だったんですよ。で、こうやってピックアップされてね、いざ見てみるとマイナス10ということで、死神と、削る数値は並びました。で、3ターンの間流血状態にする、これはですね、スキルの流血得意 B によって5ターンになるので、この3ターン流血状態っていうのも事前情報の時には、4ターンだったんですよ。で、ピックアップされてみると4ターンから3ターンに減らされてるということで、まあ結局5ターンなんですよね。で、駆逐で見てみると、まあ駆逐で見るか最強攻撃の意味どっちでもいいんですけど、駆逐って絶対5ターン耐え抜かなきゃいけないんですよ。5ターン耐え抜かなきゃいけないから、結局これ4ターン流血状態になったとしても、3ターン流血状態になったとしても、最大の流血ターンがですね、5か6ターンなんで、まあ結局これ5ターン全ターンですね、流血できるってことで、まああんまここは弱体化させられても関係ないんじゃないかなと思います。今まで強い敵が3体同時に出てきて、まあ耐えられるってことも今のところはないんで、まあオールは単体で武器耐久値削りますけど、まあ、死神配勢、の全体で武器耐久値を10削るっていうのと、まああんま差はないのかな。まあ駆逐は1体なんでね、基本的に。まあ V とか出てきたらちょっとあれなのかもしれないけど、まあ今のところ V はないですね。ということでですね、いきますか。一応2周回せるだけ準備はしたんですけど、今ですね、共鳴剤が60個しかないんですよ。で、まあ60個しかないんで、最低でも3つ引かなきゃいけないと、すぐに 100% にするには。ただ、火曜、水曜あたりかな、水曜が来るとですね、ショップがリセットされて20個また買えるんで、まあとりあえず2体引いときゃいいんじゃないかなと思います。提供割合ね。で、300個で、1周回せるんですけど、最後の7ステップ目まで行くと 50% でオールが当たるよっていう。で、SSR 確定が7ステップの間のうちに3つあって、5ステップ目でフェスゲンが1体確定かな。で、3ステップで SSR 確定で、7ステップ目で、フェスゲン確定のどっちかだよっていう感じですかね。いきますか。じゃあまず10連目いきます。まあ最低でも1体をゲットしたい。最低でもね。まあ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 10連目だしね。まあ、30個で SSR 出たらまあ嬉しいけども、まあ当然だよね。まあ肥やしになってもらおうか。ちょっとね、ボックス開けてないんで、途中ボックス整理何回か入ると思うんですけど、そこはマジで申し訳ない。いきます、20連目。まあこの辺で SSR 1枚出てほしいよね。まあまあまあ、そんな甘くないぞと。
まあ世界はそこまで甘くないぞということで、ムカデの時もそうなんですけど、 30% を3回外してるんですよ僕。まずそんなことはまあ全然あり得る話なんですが、 50% を外すのはきついんで、サイコ、あの誕生日サイコの時も 50% をね外した記憶があるんだよな。さあどうだ、 SSR 確定枠だよ。ステップ3、生入ってる、グールでお願い。 OK、 2枚、これはオールの可能性が高いんじゃないか頼む来てくれ。タラララララン、来た瞬間にフェスゲンのトーカーかグールだ、あのオールだから、んー乗ろう。まあ最後の1枚どうにか来て、頼む。いやー、月並みかいやちょっと期待させられた分ショックもでかいですね。というわけで、ちょっとチームの方、ショップの方ですね、売却していきたいと思います。はい、ということで、40連目かな、いきましょう。ステップ4、あーきついな。まあ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 、まあ、外したけどさ、ステップ3、2枚グール引いたにもかかわらず、まあまだ半分だから、まあこれまだ半分だから、まあそうだよね、そうだよね、渋いよね。まあ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 、まあ、RC ポイントの肥やしになってるって考えたらまだ気が楽だね。いくぞ、50連目、ステップ5です。これフェスゲン1体確定のとこですね。さあ、まあ今熟練度 80% になってるのがフェスゲンのアモンと、カネキ、ですね、カグネ出さなきゃいけない方のカネキ、オッケー、グールいいよ、と、重蔵ですね、ジェイソン重蔵、アモンさんはどうしても 100% したい、このガシャ中に。マジかいやきついな、そこじゃねえんだよ、そこじゃねえんだよ。6いきます、60連目です。まあ道中で出てくれなんてさ、まあ、わがままはもう言わねえからよ確定枠以外 SSR 出てないじゃん。道中出てくれたらいいのか、最終ステップでどうにか聞かせてください、頼むから。じゃあとりあえず、オールが 50%、 2分の1の確率引けるですね、ステップ7引いていきます。ここで引けたらかなり気が楽というか、引けたら終わりにしようかなとも思ってるけど、ただね、ピック 100% にするならピックアップの時にやっぱどうしても引いとかないとね、後々当たるとか思っちゃダメだから、出ないからね、今までのペース、最強降臨出てないでしょ現に。ピックアップの時に引かないと本当に出ないんだよ。いや俺マジで出てないな、今思えば暴走も何も出てないな。おーマジかよ、やられた、外していく 50%、 マジか、何なんだろう、もうアモンさんで頼むわ、アリマやめてくれ。 OK、 とりあえずアモンさん 100% になったんで、一旦ですねちょっとボックス整理の方させてください。最初に言っといてなんだけど、まさか2周目行くと思ってなかったから、まあ、なかなかメンタル来てるけど、行きます。なかなかメンタル来てるけどね。まあ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 、確定枠以外で SR しか出ないのはまあいいよ。いいけどさ。いいけどさ。いいよ。いい。頼む。頼むよ、グールで頼む、グール勝つ、オールで頼みます。俺 50% 2回外すとかもうねえ、ここでオールを引いて最終ステップを引いていく。不穏な空気が流れ始めた不穏な空気が流れ始めたぞ。さあこれ SSR 確定枠ですね、フェスゲンが出るとは限りません。不穏な空気流れ始めたぞグール多いね。いやーもうちょっとマジ頼むぜ、
俺がよ、どんだけオール待ってたかよ。わかってるよな。つら。つら。整理します。あのね、マジで良くないと思う、この流れ。この流れ、本当に良くないと思う。ステップ5。フェス源一体確定ですね。俺こういう時に捜査官引いちゃうやつだからこういう時に限って捜査官のあれだから、ファイルだから。これあちげえグルだ。捜査官であのアモンさんとかいう流れかと思ったんだけど、フラグ立ててダメだよな。熟練度 100% になったのはいいけどさ、いいけどさ勘弁してくれよ、もう頼むよ SR やめて。運命のラストです。ちょ、マジやめてほしい。どうなってんの。まさか自分でも弾けないなんてさ、思っても見ないじゃん。 50% だよ 50%。 まあじゃんけん2回連続で負けるみたい。いやー、これは頼むマジで、これは頼むマジで。ラスト最後の1個だよ。ここで見せたらドラマチックだよこれ。うわーなんでお前やねん、くっそ、おいふざっ。なんでぞ、そんなことってあるあーマジかよ、いやーマジか。というわけでですねオール引けなかったんですけども、なんか最後の最後ですね、ムカデがあれ君何が起こったのか俺には分かりません。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。